沢を一番上まで登ってもう水がないぐらいまでのとこ来たら突然道が開けた。そしてこの看板がジャス優勢です。朝から自転車漕いでますけども、今日はね、なんと日本で一番海から遠い場所、ここに行きたい。いや、なんかロマンだね。なんか専門的な言葉では、海から最も遠い場所を到達困難極とか到達不能極っていうらしいんだけど、日本の到達困難極に今から向かいます。ようやく検温しよう。群馬県ともおさらばや。長野県、長野県入ったぜ。しゃー、ちょっと疲れた。ちょっと一旦休憩、これで休憩しよう。こっから254号線に戻るのはマジで無理よ。それは俺が許さないよ。だったら12時まで待とう。もう最悪。あ、もうほんと最悪だ。あ、だいるー。あー、でも行くしかない。俺に残された道は一本しかないんだよ。一本しかないんだよ。もう行こう。行ってみてダメなら引き返す。工事のおっちゃんに止められたら引き返す。熊出没注意。そして約1キロまで沢筋をたどる道となります。スニーカーとスニーカー履きなどの軽装備でのトライはご遠慮ください。でスニーカー等はダメって言われてるんだけど、俺のはまあ運動靴だからスニーカーじゃないということで、早速行ってみたいと思います。その前に今日一番大事なのは、海から最も遠い地点で水着で記念撮影することなので、早速水着に着替えたいと思います。ふぅぐらいだから、片道が1時間半だとすると帰ってくると午後1時だと天気予報だと雨が降ってきちゃうから、それはちょっとまずいから、やっぱりちょっとサクサク歩きたい。ただね、前の坂がきつすぎてちょっと割とマジで足が疲れてる。やっぱ運動不足がたたってるわ。
これもうもはや道はどこっていう感じだけど、一応なんかこの川沿いに今上がっていってるっていう感じかな。いやこれやっぱスニーカーはきついね。俺は乱収だからセーフだけど。いやーめちゃくちゃ土砂崩れしてる。何が不安ってさ、いや土砂崩れしている道を歩くことも不安なんだけど、看板がないよねというふうに思って、まああと10分ぐらい歩いてもう全く看板なかったら引き返そうと思います。まあ歩いてみよう。看板あったぞ。だとするとあれ道なんだ。いやまあ道ではないな。でもまあとりあえず合ってるということで、この沢をまだまだまだ土砂崩れめちゃくちゃしまくってるけど登っていこう。よし、ようやく数日期看板が現れたと思ったら突然あと 100m。 いやもうほんと道はないけど、このこれが見えるだけで元気3倍だわ。しかもなんか急に道っぽいの現れたし、これ歩いていけや行くんじゃねと思ったら案の定道はなくなった。まああと 100m だけど全然見えないね。まあちょっと行ってみよう。おお、沢を一番上まで登ってもう水がないぐらいまでのとこ来たら突然道が開けた。そしてこの看板が日本で一番海岸、あ、やばい、獣のせいで、もう、獣のせいでもう、遠い地点、着きました。よし、じゃあ早速、GoPro の電池がもうあとちょっとだから、急いで着替えよう。よし、急げ。急げ、急げ。はい、ポーズ。見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしく、よろしく。